はい、皆さんこんにちは、カズマでございます。今回はパート3ですね。前回はちょっと時間が来て途中で終わってしまったんですけどもね。どこまで読んだかな。甘いわい。とりあえず最初から読みます。ガレージで車の強化、カードでデッキの編集と強化ができます。入手した報酬を使ってパワーアップさせましょう。カスタマイズしよう。でも読むのとか間違ってるかな。チュートリアルの、クリア報酬です。これでチュートリアルは終了です。プレミアムレースチケットをプレゼントします。プレミアムレースではレア以上の強力なカードが入手できることも。プレミアムレースに参加して強力なカードを手に入れましょう。とのことですね。これなんかね、チームとかでもね、なんか作れるらしいんですよね。もしですね、あ、もし、このゲームをダウンロードしたという方、この YouTube を見てね、ダウンロードしてくれたという方、ぜひぜひ、僕、ミーバースとかで、ね、活動してるので、投稿なんかね、していただければ、チーム作らないというお誘いをね、くれた方、やっていきましょう。でも、僕、実際今のところ、どうやってレースやってるのかわかりません。バト、あ、マジだな、これ。プレイヤー、最速競争です。バトルは他のプレイヤーと、あ、そんなできるの？勝利ポイントでランキングを競うものです。バトルに参加するとプライドを消費しますが、プライドは時間経過または D コインが、ああ、なるほどな。これはまあさっきのなのでね。ああ、FP が自分よりも下回っているライバルを選ぶとレースで有利に戦うことができます。バトルに参加して全国ランキングの上位を狙いましょう。へえ、すごいね。やってみようか、レース。うっ。なんこれどこ？あ、小丸ごと受けてるんだよ。妙義、赤義、小丸、いろは。いろは師匠。ブン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 。アタックスキルを発動しよう。オーラ出てる、オーラ出てるよ。はいえ。めっちゃやられた。やっぱ強い相手に挑むとダメなんだね。うわっ、こんなん持っとるやん。わやわや。ああ、間違えた。またやった。また見間違えた、俺。うわっ、めっちゃ離れた。いろは坂はそんなインクって入れるほど簡単なコースじゃないんだけどね。難しいんだよね、いろは坂って。これ負けちゃうわよね。負けた。負けたよー。立ち上がりの加速がちげえよ。シールだもん。なんかメタ浮きするからさ、とこ見てないんだよね。パネル。
どうしてもあのゲーセンの癖が出てパネルじゃないけどメーター見せてるな。もうなんもねえない。ガハ元付近あの柱辺のことなのかな。やっぱもう箸に差し掛かってんのか。まあ立ち上がり違ったからまあ無理だわな。ああ負けた。じゃあ今度はねちゃんとねレベルをねあの同じにしてやりましょう。カローラレビンと、S14 前期ですね。S14 か、S13 の方がかっこいいなと思うけどな。まあねえんだけど、最初らへんにね。ほら、私食ったよ、俺。すげえな、S14 が86に置いていかれるってなかなかない光景だぞ。普通だったらぶっちぎられてるかな。もう家族的に違うしさ。まだ使わないよ。これでもなんだかんや言うて結構楽しいな。あ、しくった。バカ野郎。やばいよな、オーラって。おー、かっけーなー。いやいやいや、やっぱ峠はいいね。さっきからあれにならないのがぴったりいかないのが結構悔しいんだよね。86にしては何通加速力。とても NA エンジンを積んでるとは思えんな。ターボラメの加速をするぞ。グリップ走行か。お、来た。おお、流しっぱなし。これが本当のドリフトなんだよね。入るとき流しっぱなし、出るときはスライドを押さえて立ち上がる。これが本当のドリフトなんですよ。やった。ストレートスパナなんか1個ゲットしたよ。スパナか。スパナももらえるのか。これ楽しいね。いっぱいもいろんなもん持ってるわ。じゃあちょっと今回は、これでね、実況をね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。